修学院理宮。修学院理宮。修学院理宮は、京都市佐京区修学院の比叡山六区にある、皇室関連施設。17世紀中頃、1653年、女王2年から1655年、女王4年に、小水野を上皇の指示で造営された、理宮。皇以外に設けられた天皇や、上皇の別邸である。谷川をせき止めた、 人工池を中心とした広大な庭園と、その関連建物からなる。桂利休、離宮、仙洞御所と並び、王朝文化の美意識の到達点を示すものとなっている。宮内庁京都事務所が管理している。修学院離宮は上、お茶屋、神のお茶屋,茶屋、中御茶屋、中のお茶屋、下お茶屋、下のお茶屋と呼び習わす三カ所の庭園からなり、面積は五十四万平方メートルに及ぶ。 各御茶屋の間には、田畑が広がり、細い松並木道が、各御茶屋を結んでいる。上御茶屋とした御茶屋は、御水の上皇、第百八8代天皇の指示により、1655年、明暦元年から1659年、万治二年にかけ、江戸幕府が造営した利休である。御水能上皇は女中に変装して、古史に乗り、造営中の利休を自ら訪れて、 造営の指図をしたというが、真偽のほどは定かでない。上下ご茶屋は1884年、明治17年、宮内省の所管となった。一方、中御茶屋は、同じ頃、御水のを上皇の御子の御所として造営されたもので、1885年、明治18年に、修学院離宮に編入された。修学院離宮は、第二次大戦後は、京都御所、 カツラリなどと同様、公室用財産、所有者は国と位置づけられて、区内庁が管理している。見学には、事前に、区内庁京都事務所に、郵送、直接申請あるいはインターネットを通じて申し込んで、許可を得る必要がある。また18歳未満の者の見学は不可である。なお、修学院利休の、修学院は、利休の名称でなく、 立球の所在する地名の旧称、すなわち、山城国アダ郡修学院村、現在の京都市左京区修学院などを含むを意味し、その名はかつてこの近隣に所在していた寺院に由来するものである。敷地は、上、中、下の御茶屋のほか、周囲の山林や水田も含めて54万五千平方メートルに及ぶ。上、中、下の御茶屋の間に広がる。 実際に工作されている水田をも風景に取り入れている。この水田は昭和三十九年九百六十四年に宮内町が買い上げ地元農家と契約を結んで工作させている。上、中、下の御茶屋の間を結ぶ松並木の道は元はあぜ道であったが明治十八年八百八十五年の中、お茶屋併合後明治天皇の行行に備えて 拡福整備し、松を植栽したものである。地川干渉式庭園の中に、御水の園のご座所となった、樹月館が建つ。門などの付属建物を除くと、下お茶屋に残る建物は、樹月館のみである。樹月館も当初の建物ではない。かつてはこの他に、茶屋の、倉六安と二階建て老建築の湾曲角があったが失われた。 丸太の門中に竹を並べた簡素な表層門を入り、左、北方向に進むと、右手石段上に、三雪門がある。三雪門を入り右折すると中門があり、池を掘った土を盛り上げた高みに、樹月館がある。庭園裏手には、東裏門があり、これを出ると、道は、右の中、お茶屋方面と左の上、お茶屋方面に分かれる。 呪月館御水の院行工寺の御座所となった建物。当初の建物は岩倉殿、秋古内神能の山荘から移築したものであったが、教皇年間18世紀前半に失われ、文政7年1824年に再建された。文政の再建は徳川家成が降格上皇のために利休の改修を行った際のものである。東側にの間、 その西に、二の間、その南に、三の間が鍵の手に連なり、三の間の西には五畳の茶室がある。二の間の北には四畳半、その北には十畳半の玄関の間が突出し、建物の北西端に、式台玄関、三越や鳥木がある。屋根は、吹きで、一の間、側が、寄せ棟作り、三の間側の南妻は、入りもや作りとする。 一の間の東、南面から二の間、三の間の東表にかけて、板絵を設ける。一の間は十五条。うち、北西宮の三条分をかまちで一段高くした上段とする。上段の西側に床を設け、これと乗り降りの北側に、脇床、琵琶床、棚を設ける。床柱は、杉の免皮柱、投げは、杉丸太である。 棚の上の天袋拳馬には鶴、下の地袋拳馬には岩に、欄を描く。これらは、現在中の筆である。西側の二の間境には、岩区筆の、古慶山笑いの襖絵がある。修学院離宮のうち五水の音造影部分、上下御茶屋にある、唯一の襖絵だが、御水の音没後の作である。二の間は十二条で、西側南寄りの杉戸に、夕顔の絵がある。 その南の山の間は六畳で、従者の控えの間である。茶室は五畳で北側に床を設け、裏に物入れと水屋がある。一の間、南側の岸下の樹月館の額は、ゴ水のノー陰筆。3の間の南妻には失われた建物である。倉六安の額がかかる。樹月館前提の飛び石や、庭に立つ袖石道路も有名である。ゴ水の上皇の、 第八王女、テルコ内親王のために1668年、漢文8年造営された、趣味や、明宮御所が前身である。この地にはそれ以前、上皇の第一王女である梅宮が出家して、窓か寺しじっと上までらを構えていたが、上皇の離宮建設の意思を聞いて、奈良屋島の地へ移っていた。主宮御所は、上皇の死後、臨休寺という寺に改められた。 1885年、明治18年、楽多田,田県、楽主県と客伝を含む、臨久寺境内の約半分が区内省に変換され、修学院理宮の一部となった。なお、臨久寺は門跡二次として今も存続している。楽多田,田県は前述の主文御所の一部で、1668年、漢文8年頃の造営である。書院作りの客伝は、1677年。 遠方五年造営された、東福門院、五密農天女後、徳川二代将軍、秀忠娘の女院御所の屋体名所を移築したもので、ある。客殿一の間の霞棚は、桂離宮の桂棚、醍醐寺美保院の醍醐棚と共に、天下三棚の一として知られる。他に、表門、中門、河原吹の総門、元臨宮寺の総門であったがある。楽田河原武 美差しの建物。のき名は、死境の、楽ただ君主万寿向きによるもので、ご水のいの命名である。ほぼ正方形平面で、南面と東表に多円を設ける。主たる部屋は、東側の、一の間とその西、建物中心部に位置する二の間である。一の間は六条で北側に床を設け、床壁調布と、その西の壁調布の絵は、仮の単身の、 吉野山桜図である。二の間は八条で、西面南寄りの壁町笛は、作者未章の、立田川紅葉図である。一の間、二の間境の投げ市場の、楽田田県の額は、五水農院の筆になる。一の間の南には三条の入り側、二の間の南には四条の入り側がある。このほか、建物の西側に五条間と二条間、北側に六条間、五条間。 南度、二条がある。客電楽多田,田県の南東に接して立つ。東北門院の入院御所の対面所を移築したものである。楽多田,田県より、客電の方が若干高い地盤上に立っており、楽多田,田県南東の板園と、客電入り側の間は乗り降りに位置する2の階段で、結ばれている。階段は、楽多田,田県側が4段、客電側が3段で、段差が一定の高さでない。 得意な階段である。建物は、入り模屋造り、吹き都し南面と西面に一軒幅の入り側、畳べりがあり、その周囲に板たを巡らす。西側の南が一の間、その東が二の間、その北が三の間で、一の間の北には二間、五内物の間がある。一の間は十二条で、北側西寄りにとこ、その東に幅一軒半の棚を設ける。 棚は五枚のケヤキ板を高さを違えて設置し、霞の棚引くように煮ることから、霞棚と称され、カツラリキューのカツラ棚、醍醐寺美保院の醍醐棚と共に、天下三名棚の一とされる。棚の下方の地袋には、友前染めの針状の風景を描く。その上には、細長い三角棚がある。地袋拳須まの引き手は、ハ子板形、たち、三角棚の拳須まの引き手はブリブリ。 玩具の一種形である。床壁の腰割りは、群青と金箔の菱形を交互に並べた、幾何学分で、襖の腰割りも同様である。床、棚、襖を通して、金泥で雲を描き、その上に、和歌、漢詩と水墨画の色紙を貼り混ぜている。和歌は、新能釘、漢詩は後三層の筆になるものである。室内の投げしには、七宝の釘、隠角十四個がある。 二の間は十条で、蚊の英系の敷絵がある。襖の引き手は、尾長鳥丸門のデザインとし、投げしには、尻尾の竹葉が卓ぎ隠し八個がある。南側の畳べりの杉戸には一の間側に恋と、船二の間側に大声を描く。これらの魚の絵には、画面全体を覆うように魚網の網目が描き込まれ、網目が所々ほつれている様子も描写されている。伝承では、 この魚たちが夜な夜な絵から抜け出して、庭の池で泳ぐため、魚毛を描き加えたという。他に十条の三の間と六条の二日があるが、後者は、女院御所を当地へ移築した後に付け加えものである。仏壇情報の欄間は、波の文様を下向きに表したもので、魚波の欄間という。仏巻北川には鍵の手に、いた円、くれゆかりを設けるが、その手すりの衣装は、 斜めの直線数本を組み合わせた独特のので、網市の手すりと称される。西面入り側の北端、ラクタ田県に通じる海岸との境の杉戸には、祇園祭放火鉾と岩戸山を描き、これらの里面には2枚続きで祇園祭りの船鉾を描く。巨大な人工池の浴住地と、大刈込みを中心とした壮大な庭園である。吹きのおなり門を入ると、 右は山道、左は地藩の道となる。一般参観者の順路は全車を取る。翌流地は谷川をせき止めて作った人工池で、堤防は高さ13メートル、延長200メートルに及び4段の石垣で補強されているが、無骨な石垣が見えないよう、3段の池垣と大刈込みで覆っている。大刈込みとは、 異なる種類の樹木を混ぜ植えたものを刈り込んで、全体の形を整えたものである。三雪門から石段を登った、離宮内の最高所に、林雲亭が立つ。ここまで登ると、急に展望が明け、眼下に翼重地、遠方に、借景の山々を望む壮大な風景が広がる。浴重地には、中央の中島、旧水亭のほか、二つの島があり、北側の島は、見ほど、 南側の島は、万象雨という。中島には、東岸から風、風橋北岸から土橋がかかる。風橋は、欄干付きの木橋土橋は上に土を持った木橋である。中島と万象雨の間には、口術の地と瀬橋がかかる。上、お茶屋の主要建物は、林雲亭と給水亭の二棟である。他に、池の北岸に死死祭という建物があったが、 宝永六年、1709年に、戦闘御所に移築され、天明の大火、1788年で、戦闘御所が消失した際に割れてしまった。林雲亭海抜150メートル、翼流地との標高差10メートルのところに立つ。当初の建物は、遠方五年、1677年に消失し、現存する建物は文政七年。 1824年の再建である。なお、霊元法王が、教皇六年、1721年、修学院離宮を訪問した際に、林雲亭を訪れたという記録があり、遠方の消失後、一旦再建されたものが荒廃したため、文政年間に建て直したとみられる。池を眺望するための簡素な建物で、床、棚などの座敷飾りはなく、 装飾は、乱馬の花火し踏と釘隠しに見られる程度である。縦具は間仕切り、外回りとも名称字とする。主室の、一の間は六畳、その南に、二の間、三畳があり、一の間の北側には、荒井次第と称する二つぼ、四畳台の板間がある。荒井次第は南を除く三方を吹き放しとした、開放的な空間である。荒井次第、一の間、 二の間の西側及び南側には板へを巡らし、その周囲は深い軒の下の土日差しとなる。土日差し部分の叩たたきには赤と黒の小石が埋め込まれ、ひふみしと呼ばれている。二の間の東方には中廊下を隔てて東から西へ八条間、六条間、六条間が連なるが、これらは池を眺望できない位置にあり、従者の控えの間である。 旧水亭御水のおいによって造営された上の茶屋、下の茶屋の建物のほとんどが滅失、または再建されている中で、本建物は唯一、創建当時のものとされている。ただし、幕末頃には、相当に荒廃していたようで、大幅な修理が加わっている。大きい中島の上に立ち、工業作り、武器、屋根長部に変わらせの路盤を置き、その上に、 切子頭の帽子を乗せる。南面と東表は円及び土間びさしを巡らす。内部は18畳の一室とし、間仕切りはない。ただし、北側の東隅に板間が突出し、水屋となっている。水屋には流し、天袋、地袋を設ける。床、棚などの座敷飾りはないが、池に面する北面から西面にかけて、鍵の手に6畳分を、かまち1段分高くなった。 上段とする。上段の西側窓際には幅一尺、長さ二軒の肘掛け板があり、これは、欅の一枚板である。この建物は、壁で塞がれているのは前日の水屋部分のみで、他は四面とも名称時のと、または、窓とする。南側上がり口の軒下の、給水の額は、御水農院の筆である。千歳橋中島と、万象雨の間にかかる。 特色ある外観を持った館橋であるが、当初から利休にあったものではない。れいし積みの境内に一枚石の橋板を渡し、東には、宝行作り、西には、寄せ棟作りの屋根を架けたもので、宝行作り屋根の頂部には、近藤の法音が立つ。文政七年、1824年の利休回収時に、京都諸市大の内藤新厚氏が境内を寄進し、文政十年、 1827年に水野忠国が館を寄進したものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。